ちゃんの誕生日をお祝いしに来た人たちなの。お祝いに来ている方々は皆さん、各界を代表される著名な方々ですわ。そう言われれば確かに見たことある人もいるの。ミユさんのご実家はアリスガー学院でも有数の名家ですからね。皆様、本日はお忙しい中お集まりいただき誠にありがとうございます。こんなにもたくさんの方々が私の誕生日を祝ってくださってとても嬉しく思っております。まだまだ若輩者ではございますが、これからも誠実に日々を励んでまいりたいと思いますので、ご指導ご鞭撻のほどよろしくお願いします。ああ、見てください、ミユさんの気品に満ちた振る舞い。このような盛大なパーティーでも臆することなく堂々と、それでいて所作は指の先まで美しく完璧です。ミユさんは将来財界の中心となっても不思議ではないお方。それなのに誰に対してもお優しく、だからミユさんは私の憧れなのですわ。ああ見て、すごく大きなケーキが出てきたの。ミユちゃんと同じくらいの大きさなの。毎年ミユさんの身長に合わせた誕生日ケーキを一流のパティシエが特別に作っているそうですわ。デコレーションも華やか、かつ繊細で、まさにミユさんの誕生日にふさわしいケーキですわね。これなら大きさもちょうど良さそうだね。ぴったりなの。お二人とも何をこそこそお話ししているんです？なんでもない。みんなパーティーへようこそ。来てくれてとっても嬉しいよ。ミユさん、スピーチとっても素敵でしたわ。ありがとう。ミユちゃん、お誕生日おめでとう。おめでとうなの。ミユちゃんとリリカルリリーを始めてからワクワクすることばっかりで、毎日すっごく楽しいよ。ミーコ、ミユちゃんの歌声が大好きなの。だから一番近くでミユちゃんの歌が聴けるリリカルリリーがとっても好きなの。こんなに楽しいのはあの時ミユちゃんが一歩踏み出してくれたおかげ。本当にありがとう。くるみちゃん、ミーコちゃん、ミユさん、お誕生日おめでとうございます。リリカルリリーを歌声で支えるミユさんは私にとってまさに天使ですわ。そう、リリカルリリーという翼でミユさんと新しい世界へ羽ばたいていきたいです。これからもよろしくね、はるなちゃん。みんな本当にありがとう。さてさて、そんなミユちゃんにお誕生日プレゼントです。え、ちょ、なんですか、その背丈ほどもある超特大スプーンは一体どこに隠していたんですか？えへへへ、サプライズだよ。おっきい誕生日ケーキがあるって聞いたから、スプーンもおっきい方がいいと思って。一体どういう理屈ですか？あ、心配しないで、練習したからおっきいスプーンさばきは完璧だよ。そういうことを言っているのでは。ほら、いいんちょ、あーん。ちょ、なんで私？追い回さないでください。二人とも怪我だけはしないでね。でも楽しそう。ミユちゃん笑ってるの。よかった、大成功なの。大成功って？あのね、せっかくのお誕生日だからミユちゃんが笑ってくれるサプライズをしようと思って、くるみちゃんと二人で考えたの。大きいケーキに負けないくらい大きいスプーンが出てきたら、きっとミユちゃんも驚いて笑ってくれるかなって。そうだったんだ。ミーコさんも共犯というわけですわね。まったく、もう今日は特別な日なんですよ。なのにこれじゃいつもと一緒じゃないですか。
ありがとう、はるなちゃん。そんな風に私の誕生日を大事に考えてくれて。でも大丈夫だよ、いつも一緒って私すごく嬉しいから。え？だって私、みんなと過ごすいつもがとっても楽しくて大切なんだもの。みゆさん、みゆちゃんもこう言ってることだし、それじゃいつも通りいたずらしちゃおーっと。みゆさんが言っているのはそういうことじゃありません。わあ、はるなちゃんのいつものお説教なの。こんな時間がずっと続けばいいな。